上、足別駅は、北海道足別市場足別町にある、北海道旅客鉄道根室本線の駅である。駅番号は、T27。電報略号は、三平。標高113.3メートル。かつては急行、仮価値の停車駅で、1972年までは、急行、空地の発着駅でもあった。上段、1977年の上、 足別駅北側周囲約 1km 範囲。右に空地川、左に支流の足別川が流れる。左が本線滝川方面。右上へカーブしていく。軌道跡は三菱工業足別工業所専用鉄道で空地川を渡ってトンネルを抜け、ペンキ掘ロない川上流へ向かっていた。鉄橋は閉山とともに爆破撤去されたが、 中央上端の対岸近くに一本だけ橋脚が残されている。この軌道は1933年に三菱工業が一時撤退する以前に空地川手前の低山、生小山に開かれた第一港へ敷かれていた専用線の軌道跡を再利用している。下段、1977年の上、足別駅と周囲約1キロメートル範囲。駅裏のストックヤードに木材が、 わずかに積まれているが、ここにはかつて、足別森林鉄道が、左下に見える、山の南西側、足別川上流の奥足別から接続していた。もともとこの軌道は、やはり三菱工業が一時撤退する以前の第二項、及び第三項まで付設した、専用線の跡地を利用し、奥、足別まで延長したもの。また右端の空地川対岸には明治工業場。 足別炭鉱が開かれ、そこより当駅の富良野側に設けられた積み込み設備へ向けて、郊外電車軌道が敷かれていたが、一番右の川もに三本橋脚の影が映っている専用軌道の鉄橋と、その延長線上の小道に転用された軌道跡が確認できる。当駅の構内自体は、足別駅に比べると約半分の500メートル程度の長さしかない。 上段下段ともに、国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成1913年5月、この地を開拓していた京都植民協会場、足別農場を、三菱工業の前身である、三菱合資会社が買収し、多くの炭鉱施設を建設して、三菱村が形成され、足別地域で最初の大規模炭鉱開発が始まった。 本線に接続する専用線が敷かれて、運搬が開始されるに伴い、当駅が開設された。1933年の三菱工業一時撤退後、西足別の東市来城町と、緑泉町近くの六千沢に開けこうした第二項、第三項まで敷かれていた専用線は、停出林野局に売却され、奥足別から、 駅戸場へ木材を運ぶ足別森林鉄道に利用された。昭和強行に橋を発する不況による三菱の撤退はこの地を震撼させたが、空地川対岸の混合地区に東足別炭鉱が開かれ、駅まで作動を設けて運転を開始。戦中の労働力不足とインフレの混乱で、中小鉱山が相次いで閉山する中、東足別炭鉱の一切を、 明治工業が買収して対岸に明治村を形成した。戦後になると石炭増産政策により三菱工業が再開して専用鉄道を敷設し明治工業も作動をやめて郊外電車軌道を敷設するなど増産体制を整えた。昭和30年前後には貨物の取扱いが全国でも有数の量を誇る駅となっていた。しかし、 昭和30年代後半のエネルギー転換政策により、核炭鉱の閉山を迎え、貨物の発着量はほぼゼロになり1982年に貨物営業は廃止された。島式ホーム一面二線を持つ地上駅。ホームへの連絡は五線橋を有する。無人駅。自動券売機は設置されていない。かつては三菱工業や明治工業からの石炭。 墨み出し駅として栄えていたため校内は広い。1日の平均乗降人員は以下の通りである。ありがとうございます。